千年前、在原業平が詠んだ激しい恋の歌。でも、今の私には地波しか見えない。私たちにはカルタがあるから、また会えるんじゃないの？絶対会えるよ。地波破る髪をも聞かず竜田川。離れ離れになった幼なじみ3人。高校入ったらカルタ部作るって決めてたんだ。一緒にカルタやろう。大地？小学校以来だ。大地！カルタをしてればまたきっと会える。あいつらとこう約束したんや。ジェイちゃんはカルタで一番大事な才能を持ってる。彼女はこれからもどんどん強くなるよ。見てて大地、私カルタ部作ったら水沢をカルタの名門にするの。絶対に東京都大会優勝して全国に行くから、近江神宮まで会いに来てよ。あと3枚あるから手伝え。エアー系は、そりゃお前エアーカルタのことに決まってんだろ。カルタ、よりによってなんでカルタ。何これ。競技カルタは決まり地の聞き分けが勝負だから、今日からこの5人で6月の東京都大会優勝目指そう。え、大会を勝ち進むと1日何試合もするよ。それを戦い抜く体力を作るのスペシャルメニュー。イエーイ。部長は綾瀬さんじゃありませんよ。なめてんの？雑なカルタ取りやがって。須藤の S はド S の S。 俺たちはきっとまだチームになりきれてないんだよ。お互いに最後の一枚になった状態、これを運命線という。お前本当に運命線弱いな。部長にはカルタの神様がついていない。あいつすごかった。それではっきり分かったんです。青春全部かけたって俺はあいつに勝てないって。かけてから言いなさい。初めてだったから、僕しかいないって言われたのは。要は俺と綾瀬と真島が勝てばいいんだから、その A 級選手を机くんに当てるように相手のオーダーを読んでさ。才能がないんだよ。才能なんて俺だってねえよ。逃げたいけどやってんだよ。そうすればいつか超えられる気がするから。私には強い絆の歌に聞こえるな。あなたがいれば私は頑張れる。もっと深く分かり合いたいって。千年前、在原の業平が詠んだ激しい恋の歌。でも今の俺には地波しか見えない。俺たちを信じて自由になれ。眩しいほどの情熱に心が震える。行け！地波破る